ぶつぶやいたハワイア、誰もいない部屋で一人、モーニング朝が来たよ、土砂降りの朝が、ティックタック私のネジを誰が巻いて、しなくちゃ涙の跡を隠すため、もう口癖になった。昨日の言葉がふと頭をよぎる、もう君には全然期待してないから、そりゃまあ私だって自分で期待などしてないけれど、あれは一体どういうつもりですか。わかってるから怒らないでよ。